さあ第1ラウンドが始まりました。畠山は第1ラウンドでぶっ倒すと言っておりましたが、さあ果たしてその第1ラウンド足を使います。まずボディから入りました畠山。心配な材料が一つだけあります。前々回のタイトル防衛戦で右の拳を痛めました。非常に痛かったそうです。そして前回のタイトルマッチではその右の拳に麻酔を打って試合を行いました。今回はだいぶ良くなったということでその麻酔は打っておりません畠山。しかしその再発の危機とは隣り合わせにいます。白井さん、滑り出し畠山よく足を使いますね、よく足使ってますね。それで相手のところへね、マークをパッと入れてますけどね、なんかちょっと相手の選手の打ち切りが悪いっていうかね、はい、もうガードをチャーッとしてですね、肉薄していきますね、アッパーが入りました畠山。左のショートアッパー。しかしこの韓国の挑戦者は打ってきませんよ。ちょっとね、それだけにちょっとね、不気味ですね、具志堅さん、これ挑戦者はどういう狙いでしょうか。まあ、接近してフックでしょうね、左フック。左フック、はい。それにしてもちょっとスピードがないですね。わざとやってるのかね。もうこれは挑戦者のユン・ドンチル、見せかけのスピードのなさなんでしょうか、あるいは本当にスピードがないんでしょうか。韓国のチャンピオンですからスピードがないはずはないと思いますが、ないですね。まあ、しかもね、世界のランキングに乗ってるんですからね、いやいや、チャンピオンも畠山君もウエイトがきつい、減量厳しいって言ったけど、はい、ユンの方も厳しかったのかね。昨日の計量では300グラムオーバーで現れて、サウナに10分間入ってこの計量をパスしたということなんですが、チャンピオンがですか、挑戦者ですね。それにしても立ち上がりいいですね。あ、左、今日はなかなか柔らかいチャンピオンの畠山、なかなかあの警戒ですね、あのチャンピオンね。畠山非常にいい状態に見えます。左服、おー、いい服しましたね。今度アッパー。しかしもう相手が完全ガードのような格好ですから、ちょっと打つところがないなという感じもありますが、アッパーから入って左服、畠山。畠山、今日は足を使いながらよく手を出します、よく迎え撃ちをしてね、アッパーやってますね。これ挑戦者、これ12勝して7 KO なんですよ。はい、パンチもあるんでしょうね、なんか立ち上がりがちょっとすごいですね。ちょっと疑問の残る第1ラウンドの挑戦者の動きでありました。景品川崎ジムに所属しておりましたが、去年の暮れにこのジムの会長に不祥事がありまして、ジムを移籍いたしました。横浜光ジムで新しいスタートを切ったこの畠山、東洋太平洋は3度目のタイトル防衛戦になります。現在 WBC の第9位にランクされています。戦績は18戦全勝で 15KO という素晴らしい数字が残っています。ユアリュートレーナーからアドバイスを受けている畠山、韓国のナンバーワンだよ。今日は油断しちゃダメだよ。カバちゃん、リュートレーナーにマイクをつけてもらっています。油断しちゃダメ、やっぱりいいこと言ってますよ、はい、油断しちゃいけないと、あんなわけないってことになるんですよね、さあ第2ラウンドが始まりました。そうですか、ベテラントレーナーのリュウさんから見るとちょっと油断が見えたんでしょうか。青いトランクスが畠山、白いトランクスが挑戦者のユン。ブルーのトランクスに、ユンがね、追いついてますからね、それだけ怖いんですよね。私ほとんど手を出さないで、ほとんど打ってないですね、ここまでは守り一方ですね。これ畠山の動きを見てるとしたらちょっと嫌な感じです、まあ、そうなんですね、動き力ね、これを計算してやってるとなるとね、怖いですね。強いパンチ出るかもしれないよ。具志堅さん、畠山から見てこの相手の動きはどうなんですか。そんなに怖くないと思いますね。怖くない、はい、だから余裕を持って動きをしてますね、左ダブル、なかなかこう自由に動いてますね、
油断したらダメだよ、相手はチャンピオンだよ。 おっとカメラマンのカメラに当たりました。ちょっと試合がストップ、ね、危ないですね。今心配されるのはチャンピオンはあのディフェンスね、はい、ガードがちょっと甘いかなって感じますね、はい、その辺がやっぱりトレーナーが心配してるね、あの左がねだらっとね下がる時あるのね、ああいうのがちょっと怖いところなんですよ。幸いなことに両者に怪我はありませんでした。そう、ワッキン右ワッキン立てなくて、それで中パンチが出るんだよ、まあ、いきなり。まあ挑戦者がね、はい、こんなわけないですからね。そうなんですよね、はい、右脇右のボディ、あ、リュウアリュウトレーナーからも右脇を打てという、右で脇を打てという指示が出ています。右ショートフック入りました。今度は左だ。はあはあ、こういう接近をして打ち合いした時のね、ボディ当てね、合わすパンチですね。あのユンのやっぱり右のね、はい、このパンチは怖いですね。まあ、不気味ですね。ちょっとね、なんていうかロボットみたいなリズムで踏み込んできますね。まあ、逆に言うとリズム感がないなという感じなんですが、ワンツー、畠山のワンツー、そして足を使います。やっぱり相手にするとね、あれだけね前に来られると、ね、不気味ですよ。相手はお前チャンピオンだよ、何か狙うんだよ、お前油断したらダメだよ。皆さんに大きな男性の声が聞こえていると思いますが、畠山サイドのユーワリュートレーナーの声です。第2ラウンドが終わりました。今月の一押し商品は KO してデビューしました。そして93年度の全日本新人王になりました畠山。そして日本チャンピオンを通り越して東洋太平洋のチャンピオンになって、これが3度目のタイトル防衛戦です。できないことをやってみる、ちゃんとカバーはちゃんとやってみる。ガードに危ないぞ、ガードに危ないぞ。お前こう軽くこうやっていきなり強いパンチ出るよ、わかんないんだよ。アイデアリュウアリュウトレーナーはかなり警戒をしてますね。さあこれから東洋太平洋ジュニアライト級タイトルマッチは3ラウンド目。お、このラウンドはスピードがあるぞ畠山。ワンツー、畠山倒す気になってますね。これはこの回ね、引っ掛けるんでしょうかね。2ラウンドまでと動きが違う。ちょっと1ラウンド2ラウンドは相手のスピードのなさに合わせていたような感じもあったんですが、3ラウンド目キレのあるパンチを出しています畠山。中挑戦者がね、なんかあれですね、あのよくあの猫がね、猫が停滞してるみたいなね、感じするんですよね。このカモフラージュですかね。この人本当に韓国チャンピオンかな。アッパー、もう一回アッパー入った。畠山チャンス聞いたね、今の聞いたでしょ。もう一回、右アッパーやってみ、左カバー上げて。ちょっと畠山を拍子抜けといった感じがあるかもしれませんが、右ボディやってる。ボディ入った。さあ畠山何で倒すか。もう一回ボディだ、左あぐいせえ。まだ1分50秒あります。これはこの韓国チャンピオンのユンがよほど体調が悪いんでしょうか。左アッパー、やれ。これは畠山いつでも倒せそうな雰囲気がありますが、回れ、よっしゃやれ。アッパーの連打、聞いた、ね、ユンが鼻血を出した、聞いてる、まあ、鼻血も出してるしね、左という感じですね。このラウンドは KO ラウンドの可能性があります。アッパーだ、アッパーの連打。ちょっと腰が落ちましたユン。左ライトアッパー、左引く、右サイドから左引く、右アッパーを突き上げた畠山。まだ挑戦者のパンチの、ね、威力はないですね。ないですね、はい、全くスピードがありません。これ演技にはちょっと見えないですけどね。デリライトアッパー、今日はライトアッパーをよく出します畠山。
フィリピンで3週間の打たれちゃダメだよ。合宿をやってまいりました。畠山左フック左フックと右アッパーの連打が今度はボディー左アッパーでした。左フック顎引きながらやれよお前。顎引き右から左気をつけてくれ。まだ20秒以上あります。第3ラウンドジュニアライト級の東洋タイトルマッチ12回戦です。あと10秒右脇やってみ、右ジャブ出して右脇。第3ラウンドが終わりました。アゴあるんだよ、こう打つとき。ユー・ワリュートレーナーが畠山を引き締めるように、相手は韓国チャンピオンなんだから、何かあるんだよね、あんなわけないと、はい、こういうことを言ってるわけですよね。アゴ引いてやるよ。しかし、まあ、畠山からすると何もないんじゃないかっていう心境にもなるでしょうね。それはやっぱり、ね、注意はしてますよ、はい、なんせこのね、あの相手が弱くてね、これチャンピオンでしょ、はい、韓国の。そうなんです ね。さあ4ラウンド目が始まりました。3ラウンドでもうダウン寸前まで相手を追い詰めたこの畠山。しかしあのユン選手っていうのもデイ当たり強いね。そうですね、今のフックは効いたんですよ。しかしこれであと何もないってのはおかしいです ねボディ攻め、何でさっきのチャンスだ、連打、畠山の連打、ストップ、試合終了、TKO、ウクリット・サラサスレフリーが TKO を取りました、挑戦者、不満そうです、なんだか畠山もこれでいいのかな、俺という感じで苦笑いをしております。韓国からやってきた超マンシージャッジもちょっとやや不満そうな表情を浮かべながらジャッジペーパーを渡しました。青コーナーサイドから不満の声が上がっております。今日のレフリーはウクリット・サラサスさんですが、白井さん、この TKO の判断についてはどう思いですか。これはちょっとやっぱり納得できないですよね、挑戦者は他の学科の国行ってやってもですね、ちょっとまだね、あれでカウントを1回取ってですね、その後にまた連打されたらそういうこともあると思うんですけどね。具志堅さんの意見はいかがですか。これあのレフリーが判断するんですけど、今あのラスベガスでの試合はカウント数えなくてもすぐ止めるんですよね、はい、あのよく重量級のね試合はそうしてますけど、はい、まあ、今これ日本国内でやる場合は1回カウント取ってもいいかなという感じもしますけど、まあ、なんせね、はい、あの危険防止ということもまず一つ ね、あれがありますからね、ほとんど、まあ、1回カウントしたかったですね、はいはい、それとあのレフリーがですね、詰められた場合は手が出なければストップするのもあるんですよ、はい、そうですね。さあそれでは竹方直樹アナウンサーに畠山選手のインタビューをしてもらいましょう。それでは見事にノックアウトで勝利を飾りました畠山貴教選手にお話を伺います。ちょっと最初はチャレンジャー不気味な感じで迫ってきたんでどうなることか思いましたけど、どうなんでしょうか。どうなると思います。まあ、かなりあのリュウさんのアドバイスによって警戒をしながら自分のペースで進めていきましたが、まあこれはそうですね、今日の相手はなんかね、うん、やっぱタフなのはタフでしたね、はい、かなりあの畠山さんのテクニックもそして総合力も見せていただけました。一応世界ランカーですからこれくらい見せないと、これくらいは最低でも、はい。さてこれで OPBF が3度防衛、そしてデビュー以来19連勝と着実に1つずつ畠山選手記録を伸ばしています。そうですね、まあ、一つ一つこれからも、勝っていきたいと思います、はい、ただもうワンステップアップ大きなタイトルマッチへという願いがこの後楽園ホールのファンにも大きくあると思います。そうですね、世界やったときは必ず世界取るときですから、そのときまで楽しみに待ってください、はい、見事に3度目の防衛飾りました畠山貴教選手でした。
という竹山選手でしたが、なんともチャンピオン自身もインタビューに答えづらいなという雰囲気が会話見えたんですが、まあ、結果は畠山貴教選手がこの東洋太平洋の新世界卓球タイトルマッチ4